今日はね、広島県の神石高原町っていう場所にやってきました。福山市の上ですね。よいしょ。あ、違うわ。こっちか。ちょっと今日はね、気になるスポットがあるので、歩いていきます。道がある歩道跡っていうのが、この先にあります。道が丸のお堂跡。その昔この地にお堂が建っていて、令和4年2月製作。
このね、上にもなんか民家があるみたいです。ここは旧道なのかもしれないですね。昔のあの看板が標識ですね。警告クラクション鳴らしてくださいっていう。お墓とかに献花する筒が散乱してます。この道が昔のあの福山、あ、この神石高原町から福山の町に降りる旧道だったと思うんですね。この位置的には。あのまま下に行くとおそらく、ね、福山に行ってしまうので戻ってきました。先ほどの村に戻ってきたんですけど、通学路の看板が、
小学校跡です。これ下図書室、畳の図書室ですね。水車。ちょっと待って、僕はあの校庭ですね。でこのずっと先に先ほど通ったあの旧道がありました、まあ、ちょっとしたあのちょっと高台にあるような感じですね。入ってます。1年、2年、3、4年、5、6年、なんか腕立て手火上がり足掛け振り後ろ折り前回り折り逆上がり鉄棒ですかね。逆上がり前回り折り足掛け上がり、逆上がり、足掛け、書いてます。大正3年って書いてます。大正3年の何か記念碑でしょうか。金なんとか200円ですかね。ちょっと昔の事案でわからないですけど、まあ寄付金のあれでしょう。あ、これはバスケットゴールですね。このあったんでしょう。まあでもこの運動場がね、手入れしなかったらやっぱりこれだけね草が生えるんですね。まあ手入れって言っても、もう全くねしてないと思うんです。
木が開いたものです。特にあの立ち入り禁止のないんですけど、これは何でしょうね。あれものすごい長い、あでも旗を掲げてたのかもしれないです。卒業記念、昭和39年卒業記念って書いてます。昭和39年か。ここが入り口です。すごいな、この木造校舎。一部中が朽ち果てて、向こう側のドアが関係95、そこ、あでもこれ違うか。まあ地域のそういう集会所になってた時もあったと思うんですけども、記念のやつですかね。まあそれぐらいまであったっていうことでしょう。でみんなで作った似顔絵ですかね、これ。入りたくないとこ、茶室。ああこれ無理ですね。茶室みたいな障子があるんですけども、これもボロボロですね。茶室、まあ、接待とか、まあその茶道、そういう文化あったんでしょう。まあでもすごい立派な建物、木造。うん、この入り口の門に寄付してくれた人、木本松右衛門さんという方が、寄付したもんだと思うんですけど、これが大正3年11月って書いてます。それ以前にはあったっていうことでしょう。ちょっと帰って調べてみます。みんな多分ここに集まって勉強したんでしょうね、はい、というわけで今日はこんな感じでお届けいたしました。
昔 どこにでもあるようなね、村の小学校でございました。今はかなり老朽化が進んで、すごいですね、これは。今はこんな感じになってますけども、めちゃくちゃ栄えたんでしょうね。1980年ぐらいまでは、まあ、あと、あの、通われていたというような痕跡も残っていました。今は、あの、向こう側とかね、あの、壁が、崩れたりとか、ね、まだ残ってるっていうのがすごいんですけども、こんな感じでございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。